資源は2007年に日本が保有、運用することになった探査船である。元はノルウェーの資源企業ペトリウムジオサービス社が運用するラムフォームビクトリーで日本で唯一の高度な探査能力を有する三次元物理、探査船であり、経済産業省所有の公船である。このタイプの探査船を日本はこれまで有していなかった。 広大な EEZ を有する日本が高機能の探査船を保有していないことは随分前から問題で、あると専門家からは盛んに指摘されていた。しかし、このことが政府で課題と認識されるようになったのは、日中中間線上のガス電開発問題が問題として認識されるようになってからである。この問題で、日本政府は完全に後手に回り、 いくら抗議しようが中国に開発を中止させることはできなかった。日本も遅ればせながら該当海域の探査に踏み切ることになったが国内に妥当な船舶がないためノルウェーの資源企業が有するラムフォームビクトリーをチャーターするに至ったのである。ラムフォームビクトリーの探査実施に対し中国政府は侵害行為であるとして抗議するとともに実力行使を辞さず 官邸が追跡して、これを妨害し、報道によれば、衝突寸前まで行ったともされる。かねてよりの探査船を保有すべきとの意見に加えて、このようなこともあって、日本政府は探査船を国際法によって保護される、政府公船とすることを決め、購入、船名を、資源と改めた。購入費用は、約230億円であるが、運用には、 長期的に PGS 社の支援を受けることになる模様で、さらにその費用が支払われるようである。資源の運用とデータ分析は PGS 社の協力のもとに石油天然ガス金属鉱物資源機構が行う。PGS 社の CEO は本契約は現金収入と長期的な収益に終わるものではなく、将来の有望な資源開発に加わるチャンスを もたらした胸述べたとされる。2008年2月の最終駅後、まずは日本海で新潟県中越沖地震関連の探査を行った。後、10年間で7万平方キロメートルの探査に取り組む計画が定められている。2012年3月撮影。後ろ姿。2012年3月撮影。船体外側に収納したパラベーン。 2012年3月撮影。ラムフォームビクトリーは1998年にノルウェーのラングステン社で竣工した。全長6000メートルの探査船12本を搭載し、展開された探査船は同じように栄光されるエアガンが海底に発した地震波が跳ね返ってくるのを受信することによって、精細な三次元地図を作成、分析して主源探査に役立てることができる。 何メートルの探査線を何本搭載、展開するかは海域に応じて変更される。エアガンはエネルギー充填に時間がかかるので、複数を順次使用することで効率を高めている。探査線には地震波を検知するセンサーが入っており、100メートル間隔で栄光する。探査線を潜伏よりも広く展開するため、パラベーンというタコの原理を応用した部品を海面に、 沈めて使用する。パラベインは大きすぎて船内に収納できず、船体の外側に収納される。探査船はサメに噛まれて切れることがあるので、連絡先の表示があり、自動的に浮き上がる機構を備えている。探査船で収集した情報は、船内のデータ処理装置で処理される。本船で得られた情報は、石油開発企業に提供され、敷くや、 開発の判断材料として使われる。雑音の発生を低減するため、ディーゼル発電した電力により電気推進する方式を採用している。推進機は360度水平方向に回転できる電動式のアジマススラスターを4機搭載している。複数の探査船を後半に転調する必要がある、ため幅広の船体になっているので揺れが多い。 探査船栄光時は探査船だけ全長が伸びた効果があり安定した航行となる。例えば最大展開時は横幅線1 0 0メートル、全長6000メートルに相当する。小型船を搭載している。可燃物に乏しい一般的な艦線と異なり船橋にはふんだんに木材が使用されている。長期間の十四時間運用に対応するため船橋にはソファーセットや コーヒーサーバーを装備している。機器メーカーとの機密保持契約のため、船内見学時は撮影禁止である。ありがとうございます。